経営学部主催のシンポジウム、大震災を超えて旅館ホテルの危機対応と公共的機能を始めさせていただきます。本日前半の進行を務めさせていただきます。本学経営学部4年、白井真理恵と申します。どうもこんにちは。どうも今日はわざわざ足を運んでいただきまして、おもてなしの経営学の3部作の出版シンポジウム、副題としましては大震災を超えて旅館ホテルの危機対応と公共的機能、そうしたようなですね、サブタイトルでシンポジウムを開催させていただきたいと思います。ウエス講義、というですね、講義がございます。話していただきながら、実践的な講義を作っていく。ですから経営学という学問の中では理論というだけではなくて、やっていただきます。斉藤義行からこのシンポジウムの趣旨につきましてご説明申し上げます。ただいまご紹介いただきました経営学部の斉藤です。ちょっと資料がございますので、机の方から、お話をさせていただこうと思います。もう一つテーマとしましては大震災を超えて、この企画を考えさせていただいたということになります。装置などでもですね、日本のおもてなしということがですね、語られるように、やはり、地域振興をしていかなければならないのではないだろうかという思い、でそれとですね、先ほど科学長申し上げたように、きめの細かい、日本的なおもてなしってどういうものかっていうのを深く考えさせるような事例をたくさん若見さんたちからいただきました。経済ジャーナリストって一体どんな仕事なんだろうと皆さん興味あると思うんですけども、やっぱり現場に行くと、テレビっていう媒体を、与えられている時はそちらでコメントしますし、事前に仕事、その準備をするわけです。日本にある情報、そういうものを集めて、でこれはですね、皆さんなんとなくこうふーんと面白い、すごいな、現場ってすごいなって読まれたと思います。でも私からにするとですね、ここまでこうストレートにですね、現場の情報というか、その当事者の声っていうのが生き生きと生かされている、そういうものっていうのはなかなか少ないなというふうに感じたわけです。そういうコーナーを担当してさせていただいたわけですね。で、なぜそういうコーナーを立ち上げたかって言いますと、今それが変化してきています。で、何がどう変化しているかっていうと、 IT 業界、単なる経営努力では済まないところがあるんです。当然、イノベーションをしていく。どんどんいろいろなものが革新していって、やめなかった。でも、こういうことはもうどうにもならない世界ですよね。経営努力とか、イノベーションとか。高橋おかみさんなんですね、先ほどご紹介いただいた。で、私、テレビでインタビューさせていただいたんです。いつか壁取っ払ってやるぐらいのそういう感じでしたよ。そういうので本当に従業員のモチベーションを上げて、そういう時に私、今回のこの危機対応、危機対応っていうところで話が本題に入っていくんですけども、ぜひとも頑張ってみていただきたいと思います。すいません、ちょっと時間オーバーしましたけれども、これでおしまいにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。私、宮城おかみ会の会長をしております磯田と申します。
私もだいぶ躊躇いたしました。さて、私たちの商売はみんな一人ずつ違う形態を打っているということで、それが学生さんたちにためになるんだろうか、リアリティということ、それと率直に自分の、言葉で語っている、なんと言葉が貧弱だった、ボキャ貧の私の言葉だったのを言ってるのかなと思いながら、内田先生のお話の中に一番出てきたホテル、ラブコホテルの高橋でございます。その辺は内田先生のご意見としてお聞きいただいて、先行例もあるということをどうぞ片隅に覚えておいていただければと思います。細川連立政権になった時があったんですね。それも15代目ということで、変革の時期を私がちょうどたまたま嫁いだ、震災がなければ3月末で買い戻しを成功したんですけれども、震災があったために半年延長していただきまして、大変痛感していることで、内田先生がまさにおもてなしということをおっしゃってくださったということで、蔵王町遠かった温泉から参りました、旅館源兵衛と申します。よろしくお願いいたします。おっかみ会っていうと、最初うちは平屋のちっちゃい11室のちっちゃい宿屋なんですね。だからおっかみ会って大きいお宿のおかみさんたちが入るところだと思ってて、新しくして初めてお客様の前に出ることになった時に、どういうお辞儀をしたらいいのかがまず分からなかったんですね。秋保温泉から参りました、かがり火の湯力推定の高橋と申します。私が一番皆様の学生さんのお年には近いかなと思いますが、旅館とは何ぞやというところから聞いていただいてですね、現場の真実は多様だという冒頭のお話なんですけれども、まさに旅館はお客様の真実は多様だと常日頃から思っているのが正直なところでございまして、名湯人うなぎ湯の宿宅秀という旅館を経営しています。小さな旅館ですが、佐々木久子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。というのは、私ども の宿の隣に熱帯植物園という60年続いた植物園があったんですね。それをたまたま震災の3年前にたまたま買い取って、今日本当に斉藤先生、菅野先生ありがとうございます。その思いをやっぱり、私は小さな宿ですけども、花があって、それから木があって、四季折々があって、ありがとうございます。乱暴ないいところがあったかと思うんですけれども、いろいろ補足していただきました。出た、ね、言葉を語ってくれると、そういうことを本当に聞かせていただく、読ませていただくというのはなかなかないことだよって言いましたけれども、例えば内田さんのお話の中でも、やはり諸外国から見た時の日本のおもてなしというのが、そのお客様との間にマニュアルとか媒体じゃなくて、直接に人間と人間と対峙するというような、それぞれのおかみさんたちの個性的なところとかを、はい、もっとあるっていううちの社員もいるんですけど、陰に隠してる部屋もあるんだよと言うんですね。ちょっと目を離すと、どっかでいい加減なことをやっておりまして、それがクレームにつながっております。もう立地してる鳴子温泉っていうのがまた非常に今、斉藤先生から東の横綱の温泉地っていうふうにおっしゃっていただいて、確かに横綱に選ばれまして、西の横綱が別府温泉でございまして、温泉なんですね。それで冷蔵庫もですね、実は3年で故障してしまって、パソコンなんかはお迎えに上がって病院にお連れして、そしてホテルまで、もうそのお客様だけを特別に平屋で、尖った温泉でお風呂が一番近いのうちなんです。小学校ではどうしても生活が困難な方たちが旅館ホテルにっていうのが、蔵王町ではそんな旅館です。ありがとうございます。お持ちの旅館さんがありまして、やはり歴史には勝てないなと、そういうことは思っておりますけれども、来ましたし、また育ってきた環境の中で両親がどういった仕事をしているかというのもあまり詳しく知らされてなかったという家庭環境があってですね、の中で日にちを見つけてはコンサートをしていたんですね。そしてその後に
に結婚をして音楽でご飯を食べていた人が旅館のお婿に来て一体何ができるんだということで社員からもまあ何なんだろうこの夫婦はと思いながら大変多くおりまして、私たちがやれることで他ではやってないことって、そして朝風呂もぜひ入っていただきたい、毎日お忙しいこう日の中で生活の中で佐々木おかみはですね、保険のセールスレディをおやりになっていて、そして、その後お金を貯めて、廃業したホテルを自ら買い取られて自分でオーナーになられたという、この方これお名前を差し上げて言うんですか、あの、まあ、そういうね問題を残したまま、オリンピック開催して外国の方を呼ぶことに疑問を感じてますと、震災が終わってないからオリンピックやってる場合だろうっていう考え方はちょっと狭いと思います。オリンピックはオリンピックでやると、オリンピックはあのすごくその一変しましてね、そのみんななんとなく無理だろうと諦めていたわけですよ、原発の問題もあるし、でもパッとそのオリンピックが決まった瞬間にすごく明るくなってるわけですね。基準が続くかっていうことが大変な問題に、重要な問題になってくるわけなんですけれども、まあそういうセンシティブな問題の中で本当に今すごく良くなってきている日本の経済で消費税上げて来年上げていいのかどうかっていうので迷って後半なので、これはこれで捉えましょう。であともう一個震災の復帰、これでもすごい質問いっぱい来てますね、ありがとうございます。あの、なんか、あの、私これ持って帰っていいですか？ダメなんですか？そうですか。今日はあの長時間になりましたけれども、あの最後までご参加いただきまして本当にありがとうございました。これで今日の会は終了とさせていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。